安全祈願祭が行われたのは JR 双葉駅前です。ここには原発事故後初めてとなるスーパーマーケットが入った商業施設が建設される計画で、流通大手イオンが出店する予定です。住民からもスーパーが欲しいとの要望がたくさんあったということで、イオンの開店は住民の買い物環境の改善に期待が寄せられています。まさにここが復興のスタート、そういう意味で商業施設ができるということは非常に喜ばしいことだと思っています。工期は来年6月末までで、商業施設は来年度中のオープンを目指しています。また町では別の場所に3つの飲食店の整備も進めていて、町は住民の生活環境の向上と移住の促進につなげていきたいとしています。